勝利演出した。まず一人のピッチャーを背番号16お呼びいたしましょうかね。もう一人、背番号24、林真理子。林投手、まずこの大歓声いかがですか。いや、試合終わってまさかこんな人が集まってると思ってなかった。この大歓声を聞いて感想一言お願いします。遅くまでありがとうございます。さあ今日はですね、8回をこの3人のピッチャーで1試合6試合連続です。ナイスピッチングでした。まずは加賀投手から、8回のマウンドに上がりましたけども、どんな気持ちで三浦投手のバトンを受け取りましたか。いや、もう自分の仕事をこう一つ一つやって、あとは林さんがいるんで、はい、林さんにお願いしようかな。おー、かっこいい。ではそのバトンを受け継いで林投手。そうですね、いつも僕が行った後シゲルがね、はい、しっかり抑えてくれるんですけど、今日は先に行っちゃったんで、はい、ちょっと心細かったですけど、抑えれてよかったです。そして最後は三上投手、はい、しっかりと9回三者凡退となりました、はい、完封リレーを締めていかがですか。そうですね、加賀さんも林さんもいい流れで、バトンを、渡してくれたんで、はい、そのまま行けました。素晴らしいピッチングが3人に行っていただきましたが、これは林投手に伺った方がいいんですかね。一番この中で年上になりますよね。そうですね、そうですね、はい、ブルペンの雰囲気というものはどうなんでしょうか。今、まあ、明るいと思いますけどね、はい、まあ、三上もそうですし、はい、若い子がやっぱり多いんで、はい、しっかりまあ僕が締めてるっていう感じです。先日三上投手、大原投手からも、はい、林さんが一番盛り上げてると、はい、いうこともありましたけども、はいはい、まあ、その通りなんですけど、まあ、今日も、まあ、監督から、お前は中継ぎ陣を締めろとっていう言葉をなんか試合前にもらったらしくて。そうなんですね、林投手。そうですね、なんか、まあ、ありがたいですけど、まあ、サイニング行けと、言ってたんで無理ですって答えたら怒られました。加賀投手から見て林投手はいかがですか。どんな先輩ですか。いや、もう的確に指示出してくれるんで、はいはい、いい先輩です。それはどんな指示を。いや、なんか次あるんじゃないかとか、はい、準備しといたらいいんじゃないかっていうふうに言ってくれるんで、はい、林投手が横で持ち上げるな、お前。なっても表情してますけども、逆に林投手から見て、こう加賀投手は。そうです、まあ、実績もありますし、はい、まあ、右打者はね、絶対的に抑えてもらえるんで、うん、まあ自分的には本当に思い切ってね、行って、まあ、あとピンチになったら茂頼むという感じなんで、はい、まあ、そういう部分では本当に助かってますし、はい、まあ、こうやって後ろに今年やっぱり三上がね、はい、安定してるんで、まあ、なんとか中継ぎとしては三上になんとかつなげば勝てるっていう、まあ、雰囲気もあるんで、まあ、クライマックスもね、やっぱり狙える位置にいますから、はい、そういう部分は。
三上投手はルーキーとしてここまでこう先輩がつないだバトンを最後という形でしたですけども、はい、こう5月に守護神となって、はい、オールスター終わって夏いかがですか、このルーキーとして1年目、はい、ここまで、はい、いやもう初経験のことなので、もう一日一日を本当に一生懸命、一つの登板一球を大事に、全力でやって、はい、ここまで来てます。田中投手君、ルーキーでここまでの活躍っていうのは素晴らしいですよね。自分は規定回数投げてるんで、はい、こう多賀投手と三上投手のこの先輩後輩というのはどう見えてますか。そうですね、まあなんかあんまり仲良く話してるイメージあんまないんですけど、まあこういうとこ来たら、はい、まあ、うまいなっていう感じ今聞いてますけど、はい、そう言われてますけども、はい、はい、この多賀投手と例えば三上投手お食事に行かれたりとかっていうのは。あ、行きます。はい、あ、そうなんです、ね、その時林投手も一緒です。でしょ。林投手がじゃあそこもリーダーシップを取ってと、はい、いう形なんですね。奢ってます。あ、ちゃんと。さあではですね、本当にクライマックスシリーズに向かって、そしてまだまだこれからの勝利に向かって、この3名のブルペン陣、中継ぎ陣が必要になります。では加賀投手からまた明後日からのゲームに向かって意気込みをお願いします。任された場所はしっかりと抑えれるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。頼むぞ。はい、クライマックスに本当行ける位置にいますから、一戦一戦、先発が長いイニングしっかり投げて、うちらが勝ちを消さないように、頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。では三上投手、このアンコールヒローズも締めていただきましょう。わかりました。頑張れ。いつも、リリーフカーに乗っていくときに、大きなご声援ありがとうございます。毎回毎回本当、僕の力になっていると思うんで、この声援をこれからも、チームに、送っていただければなと思います。クライマックスみんなで行きましょう。ありがとうございます。では最後はですね、3名に皆さんと一緒にアイラブ横浜をコールして締めたいと思います。これは林、三上と、やっぱり最後は三上だ。じゃあ三上投手お願いします。林さんからっていう意見もありますか。間取って田中に行きましょう。じゃあ田中投手お願いします。では皆さんパックに取りますので、では3名下に降りていただきまして、おじゃあ皆さん下に降りて、かっこいい。じゃあお二人はマイクお預かりします、はい、では皆さんも心を一つになると、アイラブ横浜。倉田氏大丈夫ですか。行きますか。じゃあ皆さんも大きな声でお願いいたします。よろしいですか。心を一つに、アイラブ。ぜひゆっくりとお酒を飲みながら、そしてフードを楽しみながら、この後も横浜 DeNA ベイスターズを応援してください。では本日もありがとうございました。